こんにちは、こじこじです。新年明けましておめでとうございます。今回はこちら、秋葉原参考レアモノショップの参考グッズ福袋開封紹介していきます。ちょうどね、今日発売されて今日動画撮ってるんですけども、今回はね、これともう一つ参考レアモノショップでね、新春ジャンク袋2980円も購入したんですけども、両方ね、福袋開けてしまうと1本分のね、動画がね、すごく長くなってしまうので、このね、ジャンク袋は明日開けるとして、今日はこちらの参考グッズ福袋開封します。参考レアモノショップ総本店ということでね、なぜか福の字が逆になっているのが気になります。そしてこの刀が飛び出しているのもかなり気になります。それではね、早速開封していきます。去年も買ったんですけども、去年はね、ジャンク袋5000円ということでね、結構いいものが入ってたんですけど、今年はね、どうなんでしょうかね。それでは早速開封していきたいと思います。箱のものが6個4個ぐらい入ってそうな感じなんですけども、一番気になるのがこれですね。全部にね、入っていたんですけども、やっぱりこれが一番目につきますね。傘なのか、それとも虫を捕まえるためのこういうなんか電磁ネット的なのか、すごく気になります。なのでちょっと最初に出しちゃいたいと思います。楽しみは最後まで取っときたい派なんですけども、まずこちら、お、傘ですね。傘、これ結構嬉しいですね。こうなんか背中に背負ってると、こうね、忍者的な感じですね。あの最近ね、映画化されたブリーチとかもね、こんな感じですね。いちごとかこんな感じでかっこよかったですよね。やばい、これはちょっと嬉しい。今回購入したのは普通の福袋なので、多分ね、普通に使える商品だと思うんですけども、こんな感じですね。伸ばすと結構ね、あ、刀っぽいですね。これはちょっと嬉しい。日本人からしても結構嬉しかったりします。それではトラックがどっか行ったみたいなので、次の商品、袋プチプチ入りの商品と箱入りがあるんですけども、箱入り行こうかな。こちらちょっと見ます。2週間保証の専用マグネットスタンドということで、何かのね、マグネットスタンドみたいですね。電子タバコなのかな。このスタンドだけってかなりもらってもちょっと困りますよね。電子タバコも入ってる的な感じですかね。続いてこのなんかちっちゃいの行こうかな。おいしょっと、マークライトということで、どういうことかな。なんか自転車とかにもつけられる防水仕様のライトみたいですね。中身はこんな感じですね。ピンポイント用のライトですかね。まあ持ってれば使うかもしれませんね。動画の撮影の時なんか使えるかな。続いて、じゃあ最初に触ったプチプチ入りのこいつだ。全然わかんないですよ、カメラ越しにもわかんない。これも2週間保証付きで、あの一応福袋買ってるんですけども、なんか全部あの微妙ですよね。保証付きってジャンク袋的なノリですよね。2週間、それも2週間ちょっと短い。なんかケースが入っていて、あ、これ結構いいやつかな。なんか GoPro 的なノリのやつですかね。なんかカメラスタンドがついててさらに箱の中身は、おいしょっと、お、これはカメラっぽいの入ってるんじゃないかな。きたー、すごい、超ちっちゃいカメラですね。超ちっちゃいカメラ、これすげえ。こんな小さいカメラあんの。これ結構なんか当たり感ありますね。これだけでなんか3000円の元取れた感ある。ちょっとね、説明書を見てみたいと思います。少し説明書見たんですけども、指でつまめる防犯サイコロカメラということで、HD 画質の動画は撮れないみたいなんですけども、720p まではね、撮れるみたいです。これは2ヶ月保証でもちょっとね、ちょっとガジェット好きの僕には嬉しいですね。続いて、大きい箱行こうかな。大きい箱、こいつだ。モバイルエアーということで、何?全然外観からなんだかわかんないんですけども、パッケージの裏見ると、
なんか腰とかにつけて風を送る機械みたいですね。これは夏場とかあると楽しい商品かもしれないですね。まあこう福袋だからというね、あの嬉しさっていうのもありますよね。残りなんかでかい箱一つと小さいものがあるんですけど、小さい方行こうかな。小さい方はこちら、光で目覚めスッキリ LED 目覚ましということで、去年はねジャンクのこちらの商品を見て結局ね動かなかったんですけども、今回はちゃんとね2週間保証付きの商品入ってますね。中身なんですけども、あー確かにこういうの入った感じしますね。本体はこんな感じでね、時計なんですけども、こちらのね LED がこう点滅することによって、なんですかね、日光というか自然のね光な感じで目覚めることができるといった商品です。まあまあちょっとね使ってみたいかなと思います。続いて大きい箱いこうかな。大きい箱こちら、なんて読むのかわかんないんですけども、ウデアソーラーローティングハンガーということで、多分ねここにねソーラーパネルがついてるので、ハンガーとして使った時こうねくる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 回ってすぐ乾くよ的な商品だと思います。外でこのハンガーか。こちらも2週間保証付きということで、2週間の保証か、2週間の間に使い切るかな全商品。続いて結構こう見ると入ってますね。なんか続いてなんか袋、傘ですね、傘の袋入ったのか。刀アンブレラということでね、じゃあ残り2個ですね。大きい方いきます。おいしょっと、もう全然パッケージからなんだかわからない商品でも結構重量感ありますね。それでは中身を開封、あダメだこれパカっていく感じじゃなかった。リボルバービット交換電動ドライバードリルボルバーということでね、ドリルボルバーなんかロボットアニメの武器みたいなんですけども、ドリルボルバーどんな感じかというと、まあ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 よくある感じの電動工具ですね。あーでもこれ結構便利じゃないですかね。こういう感じでどこかな、下の面に電源を挿してこれでねこう簡単にネジ穴開けられる感じで、なんかあのアメリカの玩具的なカラーリングのね電動ドリルですね。あこれはこれでまあ結構ね便利なんじゃないですか。あって損はしないですよね。楽しい感じになれる、うんみたいな。いやそういう年じゃないんですけども、なんかそんな気分になれますよね。これで多分最後ですね。最後の商品かなり重い。何これ、5分の1はこれの重さじゃないかってくらいの重さの商品こちら。重い紙パックスーパーコールドボックスということで、これなんか夏場にねネットで見たことありますね。サンコーレアモノショップの一押し商品じゃなかったですかね。紙パック商品をこういう風なねあのすぐ冷やしてくれるというね冷蔵庫的商品ですね。会社とかでも使えるみたいな便利商品みたいな宣伝されていた気がします。こちらも2週間保証なんですけども、はい入ってました。おこれはこれちょっとねあの嬉しいですね。それでは福袋の中身ちょっと詳しく見ていきます。ただサイコロカメラと紙パックコールドボックスは後日ね単品紹介したいと思います。多分なんか電子タバコかなんかの専用充電スタンドだと思うんですけども、中身がこんな感じで、やっぱり専用の充電スタンドなのでこの商品だけね全く使いようがない感じですね。続いてドリボルバーですね。ドリボルバーすごいネーミングなんですけども、先ほど紹介した通りなんか楽しくなるようなポップなデザインですね。でちょっとね何度かいじって使い方確認したんですけども、この状態ではねロックがかかってて全然回らないんですけども、とりあえずここの端子を外してこのね回転する方向を選ぶことによってこのような感じで使うことができるみたいです。逆にこうすると反対回転する形となっています。でこのドライバーの先端のピットなんですけども、こちらに収納されていて、これをね引いて
こちら回すことによってこうガチャンってやって交換するみたいですね。ちょっと変わってないな、全然違う感じの硬い、これですね。はい、マイナスドライバーに変更できました。でこれで遊んでる時、ここにね指というかね手を挟んでしまって、ここ赤くなっちゃいました。ちょっと痛いです。まあ明らかにね挟むだろうって分かりきってる部分をねガチャンって締める部分なので、ちょっとこのデザインは使いづらかったりするかな。ただあの充電式で電動ドリルなので、まあ、使いやすいというかね、非常にあるとね便利、福袋に入っているとちょっとね嬉しい商品だなと思いました。続いて残り2つ、ソーダールーティングハンガーということでね、中身まさにねこの商品が入っていて、太陽光の力で回転します。ただ冬場の夕方なのであまり回転速度は速くありません。残り最後の1つ、こちらモバイルエアーということで、この商品がね個人的には一番ね売れそうというか、夏場ねもってこいの商品だと思いました。こちらの商品かける方向によって吸気と排気が変わってくるみたいです。しかも充電式ということでね、3段階で使うことができます。ちょっとね試しに使ってみます。ベルトのねこういうところにかけてお使いくださいということなので、こうつけた上でこういう感じでね、あ涼しいですね、かなり涼しい。あ冬場なので結構寒いかも。マックスはかなり寒い、寒いですね。扇風機を目の前でね当たってる感じの涼しさ、これは夏場で結構売れるんじゃないかと思います。ということで、秋葉原の参考レアモノショップの参考グッズ福袋3000円分開封紹介してきました。秋葉原で見かけてもそれほど欲しいなとは思わない商品でも、福袋の中に入ってるとねやっぱりね嬉しいなという商品がいくつも入っていて、個人的にはね当たりだったんじゃないかと思います。今回は福袋の方を紹介したんですけども、次回ね参考レアモノショップの新春ジャンク袋開封紹介するので、気になる方はねぜひ次回もご視聴ください。ちょっと気になったので、こちらの紙パックスーパーコールドボックス参考レアモノショップ公式ホームページ検索したところ、僕がね存じ上げないだけだと思うんですけども、有名なね YouTuber さんが紹介レビューされていました。参考レアモノショップさん、僕福袋結構買っているので、もしもねあの案件とかあるならねぜひ声かけていただければ幸いです。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。また他にね参考レアモノショップの福袋過去にね開封した動画あるので、よかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。